輝く麺、輝くスープ、日本各地の有名ラーメン店が渾身の一杯を提供する札幌ラーメンショーの第2幕が今日から大通公園西8丁目で始まりました。お昼になってお店の前には行列ができています。4年ぶりの開催となった今回、第2幕に登場したのは7都道府県の名店10店です。それでは渾身の一杯の数々を見てみましょう。まずは秋田県から出店した錦本店です。秋田県の名物比内地鶏で出汁を取った鶏白湯ラーメンは、地鶏のスープとよく合う道産小麦 100% の麺を使っていて、秋田と北海道のハーモニーが楽しめます。こちらはつけ麺ブームの火付け役、東京のつけ麺鉄です。濃厚豚骨魚介肉盛りつけ麺は、豚骨、鶏ガラ、煮干しなどの旨味を凝縮させた濃厚なスープに、うどん用の小麦粉とパンに使う小麦粉をブレンドした特製の麺を組み合わせます。早速記者もいただきました。麺が太くて歯ごたえがあります。スープも濃厚でとっても美味しいです。続いて東京のラーメン大山屋からは、濃厚豚骨醤油溶き卵ラーメンです。とことんこだわった濃厚な豚骨スープと特注の太麺を合わせた一杯に、溶き卵が加わることでコクが増し、ふんわりと麺に絡みやすいスープに仕上がっています。この他にも山形や京都など全国の名店が揃い踏みです。会場のラーメンはすべて1杯980円です。チケット制になっていて、チケットは会場かコンビニで買うことができます。で、今3杯目なんですけど、はい、あともう1杯食べようと思ってます。ラーメン大好きですね。久しぶりの開催だったので、すごい美味しかったです。すごいさらに美味しさを感じました。1期目が6杯で、2期目が今日2杯で、本場の味が結構楽しめて面白かったです。今のところ晴れ模様が続きそうなので、はい、たくさんのお客様にご来場いただけるんじゃないかなと期待しております。何杯かをシェアしていただくとか、一軒にとどまらず、2軒3軒と、食べ比べていただくのが楽しめるんじゃないかなと思ってます。札幌ラーメンショーは28日日曜まで開催です。